はい、キャプテンライトイヤースキル4の30分やっていきます。54コインのジャイロなしでいきましょう。レディーゴー。よし、ちゃんとやるぞ。ちゃんとやるっていうか、さっきがひどすぎただけだけど。またアール出てんのね。やばい。たまる。ナイス、マイスム。あれ、さあ、おお、たまる。あーん、ダイス6つ投げばよかった。もったいないよ。ほいっと。繰り越し5000。うん、ちゃんとフィーバーに合わせた今。でもスキル使えないよな。いけ、よし。一回打てた。6000。よし、いいぞ。パスドナちゃんがいるじゃん。コメント見る余裕ね、ないよ。っていうコメントを見てます。夏希さん、こんばんは。ここ。こう、繰り越し。ナイス。3000。ソウガさん、こんばんは。32、大詰めだな。さすがにあの枚数は。枚数、消去数は。27消してその後27ってことは、消したツム全部拾ったってこと？
うわ、地味に繋がんね。よし。5600。まあまあ、5000、平均5000くらいは出したいね。調子どうですか？そこそこ良さげ？うん。まあ、いつもが特別多いわけでもないけど。これスキル4ですね。最初に7チェーン。お、タイムボム。やべ、ミスった。よそう、訪れ直んないんだよね。しかも今ちょっと録画中なのでどうすることもできないから、もう本当にごめんなさい。30分我慢して。あぶね。けえ。マイツム少なく感じる？よく入れた。入れたけどスキル回らん。ない。パイロットルークと今月の新ツムのバズナー、どちらのスキル上げるべきですか？僕だったらパイロットルークかな。まあ、スキルマックス前提で行くんだったらバズの方が強いんですけど、昼5までだったら多分パイロットルークの方が断然強いので。まあどのスキルレベル、まあ今持っているスキルチケットとかでスキル4とか5で止まってしまうんであればパイロットルークの方がいいと思う。一気に6まで上げれる分があればバズでもいいと思うけど、まあ6まで上げれるんだったらガストンいっちゃった方がいいけどね。
球チェーン。よし、おぶねえ。使えろー。よし、結構頑張ってるよスキルで平均5000中盤なら効率いい方なんですが、別に良くはないんじゃないそんないいわけでもなさそう。それこそ、まあ、1分効率、まあ、よく見せてる表で、1700、1800いくか？はい、いない。まあ、30分終わってからのお楽しみだね。あー、いない、たまらない。平均5000以上出せるように頑張んないと。どうやったらそんなに早くつなげれるんですか。気合い。はい、7。お、31は大詰めだね。よし、危ねえ、今のボムナイス。よし、6000。ピーターパンのスキリオンずっと使ってるんですけど、バズのスキル3と同じくらいじゃない？わかんないっす。ピーターパンのスキル4の方が強いかもしれんけどね。ちょっとスキル4持ってないや。ごめんなさい。見づらい。ブギーか。見づらいのは。これスキル4ですね。あ、そっち行っちゃった。アナキンとどっちが強いんですか。スキルマだとバーズ、スキル今4検証してるんですけど、
このままいけば多分スキル4もバズの方が強いかな。まあ、若干の差にはなると思うけど。プレイ回数何回だ？あ、そこまで考えてなかったな。あ、スキル4はアナキンより上、普通に上になるかもしれない。マイツモイ。思ってる以上にいいかもしれない。おお、届かない。ワンプレイの時間が短いやつの体感がわかんないから効率の体感が他のツムだとね、普通の消去系だと腐るほどやってんので、平均枚数で大体の効率わかるんですけど、ちょっとバズわからんな。スキルが回んない。上にスキル打つのはどのあたり？なんか変な羽みたいなマークあるでしょ。あそこら辺です。僕はそのちょっと上くらいまで行っちゃってるけど。だいたいあそこら辺目安。よし。キャプテン1から4にするのとアナキン4から5、4から5じゃないかな。まあこのスキル4の結果見てだね。左右消してすぐ上って感じ。すぐじゃないね。ちょっとワンテンポ置きますね。最速ではない。ワンテンポ置いて、やる。4回目は即で大丈夫。割と早めで大丈夫。3回目よりかは早め。僕の体感はその方が消去数伸びてる。
さあ、誰か計算してくれてるかな。スキル3だとバツとガジェットバーズの方が一応上でしたね。まあそんな大きくは変わんないけどね。おお、また6000いった。あれ、割と平均いいぞ。思った以上に伸びてる。ワンチャンリドルくらいいく？いない。悲しい。いやいや。なんか全部が薄くて見づらい。色今良かったね。32の30消してたね。お、また6000いくんじゃない？スキル回んね。スキル回んね。スキル回んない。回った。危ない。あー、上タップできんかった。今連打してたけど。あれ、平均6000枚くらいいく？これあと2プレイかな。今10回目。平均61。おお、僕の予想平均5500くらいだったから、思ったよりもいけてるぞ。
赤が多いな。タイム。あー繰り越しうまくできんかったな。あれ幼稚園できんかった。おっ、おお、もう無理スキル溜まったけどさすがに間に合わんかったか。やべ、思った以上に伸びてる。マジで伸びてる。おお、枚積む多い。最初だけだった。2000。ほい、ごめんね、全然コメント読んでなくてちょっと集中しちゃってるわ。うわ、あれちょっとつなげときたい。あ、いけるか。あと1スキル使えたけど、うん、ここだね。おお、6000。29分50秒。だね。はい。多分、そう、予想以上にいったと思います。平均6000ちょっとでしょ？
あ、これ、ホリティンくらいまでいくかな。思った以上伸びてる。63、63、629、割る29.833。2132。ああ、やっぱ、ホリティンくらいいってるわ。うん、途中、リドルくらいまでって言ったけど、本当にリドル、ホリティンあたりまで伸びてた。上振れしてますか？いや、今12回もプレイしてだいたい5000後半6000くらいだったから なんかどっかのプレイがめちゃくちゃ良かったとかめちゃくちゃ低かったっていうのはなかったので、うん、かなり良かったね。まあでもさすがにジェダイパイロットルークには 遠く及ばないけど スキル5、6で4回消しできる。ああ、実質スキル5のやつね。だってスキル3の結果が、あ、そうか。新しいやつ、これを変えればいいのかな。スキル3はこっちかな。はい。今日の昼間やったスキル3の結果が1200なので、うん、スキル4で伸びたけど、一気に伸びたけど。どう？ただ、まあ、扱いがね、人によってだいぶ変わると思うから うん、スキル4から強いのは多分間違いないと思う。やっぱ一回、回数増えるとそれだけでコイン数増えるし、スキルの回転率もやっぱ伸びるので。まずのスキル4平均3000枚、繰り越しがうまくできません。やっぱそういう人もいるから 誰しもがスキル4から急に伸びるってわけじゃなさそうだよね。